死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。俺は大丈夫だ。行け。その先にちゃんと光はあるって。友達一人こんな危ねえ戦いに行かせるわけないじゃない。その犯行も身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。お前は誰だ。今日は随分おめかししてるじゃない。男見せろ。春日一番。そうだな、私の仕事は山積みだ。まあルーティンというやつ、お気になさらず。どうも鈴木大一さん。お久しぶり春日さん。ハワイは楽しんでる？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。歓迎しますよ。清流会の沢城と申します。憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。私カムロ町のソープで産湯をつかり、異人町で暮らしておりましたが、サラリーマンが板についてきたね。まあコツコツやってるよ。俺と結婚してください。え、契約終了？これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。全部デタラメじゃねえか。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。春日さん、会っていただきたい人がいます。まさか。久しぶりだな、イチ。言えたぎりじゃねえが、イチ、お前に頼みがある。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。お前の母親だよ。荒川の親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。あ、いたたた、すみません、大丈夫ですか？ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。慣れていらっしゃるんですね。お互い楽しめるといいな。じゃあそちらこそ、ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか、そのくらいは調べてきてたのか。
それで目が覚めたらビーチに寝てた。俺がどうかしたのか。それも全裸で。は？は？え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 ？どうなってんだこりゃ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。フリーズ。ったく浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。桐生さん、久しぶりだな春日。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか。富澤！何やってんだよ。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。俺はとっくにダチだと思ってたぜ。お久しぶり春日さん。富士宮千歳と申します。お待たせしました。お世話になりますね。お前をはめたメイドだったな。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。こいつはどうもうさんくせ。よろしくなちいちゃん。はい。バラクーダに追われてるの。ハワイのマフィアだ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。あれもバラクーダか。中華マフィアですよ。ようこそネハンギシへ。見えてるか。マジで007みてえだ。カメラの向こうの春日一番さん、見えてますか。サビサビ。ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。エイちゃんに手は出させねえ。助けがいるんだ。応援しときてな。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ勇者さんよ。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。人生何が起こるかわからねえな。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって。私は桐生一馬の家族です。堂島の竜も病気には勝てんか。なんや老けたの桐生ちゃん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。桐生さん大変だ。ネットにタタラチャンネルが。本日のお題はズバリ、死んだはずの超大物ヤクザ実は生きていたです。というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。大丈夫ですかね桐生さん。警察の一部、あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。もうついていたか。さすが早いな。遅いよ。何このメンツ。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。
ようこそいらっしゃいました。お前の目的はヤクザへの復讐なのか。第二次大解散、真の意味での極道の解体です。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。それがハワイの宗教団体パレカナです。ようこそ春日さん。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。準備はできてるな春日、やるしかねえ。ええ、やってやりましょうや。さあ、豪華キャストの皆さんにお越しいただきました。皆様盛大な拍手をお送りください。それでは本日のゲストの皆さんをご紹介いたします。お一人目は前作龍が如くセブンで初登場、新たに生まれ変わった龍が如くシリーズを象徴する主人公春日一番役を演じられます中谷和弘さんです。はい、龍が如く8、春日一番役、中谷和弘です。今日は目いっぱい盛り上がっていきましょう。続きまして、龍が如くといえばこの男、かつて新宿神室町で道島の龍として名を馳せた伝説の男、本作春日一番とともに主人公となる桐生一馬役を演じられます黒田隆也さんです。はい、桐生一馬役の黒田隆也です。よろしくお願いします。続きまして、前作龍が如くセブンから引き続きの登場、春日一番のホームレス時代の良き仲間であり親友とも言うべき存在、難波雄役を演じられます安田顕さんです。難波雄役の安田顕です。よろしくお願いします。続きまして、ハワイを訪れた春日一番をどん底に陥れる悪徳タクシー運転手、最悪の出会いから生まれた友情は果たして本物の友情となるのか、エリック富澤役を演じられます井口悟さんです。普段はあの悪徳タクシードライバー役なんですけど、安全運転を心がけてます。井口悟です。よろしくお願いします。続きまして、パーティーメンバー最年長、還暦を超えてなお気力、体力、腕力、性欲に満ち溢れる頼れる兄貴分、足立光一役を演じられます大塚明夫さんです。足立光一役の大塚明夫です。全てにおいてちょっと、ね、いろいろな欲が減ってきましたけど、まだまだ頑張るつもりです。よろしくお願いします。続きまして、前作から引き続き登場する横浜偉人町の敏腕キャバ嬢、情に熱い彼女は果たして本当に春日一番のプロポーズを断ったのか、向田紗栄子役を演じられます上坂すみれさんです。皆さんこんにちは。向田紗栄子さっちゃん役を演じさせていただきます、上坂すみれです。よろしくお願いします。続きまして、今作のキーマンとも言うべき謎の女性キャラクター、母を訪ねてきた春日一番をはめた理由とは、パーティーに入り込んだ彼女の本当の目的は何なのか、藤宮千歳役を演じられます南杏樹さんです。皆さんはじめまして、藤宮千歳役で本作から関わることになりました南杏樹と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様椅子におかけください。さて、ここからはトークセッションに移ってまいりたいと思います。まずは主人公のお二人、中谷さん黒田さんにお伺いしたいんですけれども、率直に今流れたトレーラーをご覧になってどんな感想をお持ちになられましたか。黒田さん、中谷さんいや、もう圧倒されちゃって、なんて言っていいか分かんないぐらい、あの面白い予感しかしないトレーラーでしたね。はい、あのツッコミどころも結構あったんですけど、まあ、そこのところはやっぱりね、
ここから先どん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 明らかになってくることもあると思うんで、はい、まずはもう皆さんの期待に沿う作品になってるんじゃないかと思います。どうですか、うん、ですね。もう私も映像以前見させていただいて、もう普通に自分が出てるとか関係なく、なんて面白そうなゲームなんだろうってまず思っちゃったんですね。で、私の役的に言えば、やっぱり告白してましたよね。あそこがちょっと本当に肝ですよね。だけど桐生って死生観とかその覚悟とかって生きてる上でずっと一般の人よりも桐生独特の価値観で生きてると思うので、どんな病が来ようが、覚悟をしてその上で戦っていくのかななんて思いながら見ていますが、前龍が如く2の時に、ラストで、何でしたっけ、岩崎君の郷田と戦う時にしても、ゼロで錦と山の上で、拳銃を突きつけられるシーンにしても、やっぱり桐生ってその場でこう覚悟をする人間、全てを受け入れていく人間だと思うんで、がんを受け入れた上でどうやって活躍していくのかなっていうのを楽しみにしています。はい、その病気を背負っての演技っていうのはやっぱり難しいところはあったんですか？幸いかどうか分かりませんが、私今まで長い人生で何度も死にかけてるんで入院したりいろいろ本当にいろんな病を乗り越えてきたんで、その時を思い出しながら、本当に体の中がやばい時とかは体全体に力が入らない、大きく呼吸を吸えない、っていう感じとかを思い出しながら、だけど周りの人間に気づかれないように、周りの人間に気を使わせないようにやっぱこう喋っていたりとかしてた記憶があるので、多分桐生もそうするんではないか。だけど気づかせないように頑張って喋るんだけども、呼吸も深く吸えない、体に力が入らない、だからどこかちょっと弱くなってしまうっていうような微妙なニュアンスは意識しながら、だけど大事なところは人間って面白いもので、私も病に苦しんでいる時もバーンって行こうと思う時には行くんですよね。なんか人間ってやっぱとてつもない力が秘めてると思うので、そういうところとかの使い分けとかは結構考えましたね。はい、細かく芝居を作ったつもりです。はい、なるほど。横山さんは何かディレクションとかはあったんですか？いや、なんでしょうね、まあ、私生活の話になりますけれど、まあ、黒さんも私も身内にがんの闘病経験とかがやっぱあったりするので、そういうのをこう間近で見ているので、まあその台本できていく段階で黒さんとディスカッションしていく中で、その決して闘病って不幸なことだけじゃないですよね。それによって気づくこととか明るくなることとか、周りの人が今まで疎遠だった人とかがやってきたりとか助けてくれたりとか、すごくこう辛い思い出もあるけれどいい思い出もたくさんあるみたいな中で、まあ、今回、まあ、桐生は病にはなりましたけど、まあ、それ自体が桐生の終わりを言ってるわけではないので、非常にこう中身としてはそれをきっかけに明るくて希望のある話を作りたいなっていうのは黒さんに話をしてて、で、まあ、黒さんもそこすごい理解してくれた上 で、ね、はい、やっているので楽しそうだったでしょ。あんまりその悲壮感を感じさせないような表情でしたね。うん、そうなんで桐生一馬ってぐらいこう強いパーソナリティを持ってる人間が崩れることってやっぱ大きいことがないと崩れないと思うんで、うん、まあ、その一つの、まあ、きっかけでもあるのかなとは思ってます。で、黒さん見事な使い分けというか、その先ほどおっしゃってましたけど強弱の使い分けもそうですけど、見事な演技でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして安田さんにお伺いしたいと思うんですけれども、はい、安田さんは前作から引き続きのご登場となりますが、こう前作龍が如くセブンにご出演された時、うん、周囲からの評判というのはどんなものだったんでしょうか？予想以上です。あ、それはどういった声が多かったですか？
なんでしょう、すごいいっぱい出会いがありました。なんか、なんだろう、その同じ世界で働く人たちのかな、あのいわゆるなんか職場行ったりするときに、バラエティとか、芝居の現場とか行くときに、やっぱりそうっすね、あの難波として認識してくださってる方がすごくいらっしゃって、例えばカズレーザーさんとかも、どうもっつって、ちょっと僕用意してきたんで、このビニール傘を持ってもらっていいですか。はい、持ちます。じゃあ僕飛ぶんで、その瞬間を写真に収めたいんです。それ撮って、これ SNS 上げていいですかとか、あとはそのファーストサマーウイカさんが、ものすごくあなたのファンですと、ありがとうございますって、でも安田さんじゃないんです、私は難波のファンなんです。それぐらいファーストサマーウイカさんとかもすごくついて、そのキャラクターとしてくださってますし、なんかこう長く、まあ長くしても25年、あ、まあ、28年ぐらいですけど、お芝居やらせていただいて、なんか自分のキャラクターが一人歩きするっていうか、まあ、さっき春日さんがあの挨拶している VTR ありましたけど、渥美清さんは寅さんって呼ばれるし、そこに出ている人はガジロって呼ばれるし、おいちゃん、おばちゃんでいるんじゃないですか。黒板五郎っていう人がいたり、そういうものが自分が実写として頑張ってきたときに今までなかったことが、このゲームの世界で演じさせていただくことで初めてそういう実感が湧けたってことが嬉しいです。いたしかゆしというか、わかる。しかもこういい風に、いい風に年齢を重ねていくじゃないですか、はいはい、普通いい風に年齢を重ねるためには、うん、節制しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、節制しなくても、これからこのナンバーってやつは年を取ったとしてもいい風に年取っていけるんですよ。あの美しくかっこよく年を重ねていってくれるからね。そう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 、リアルと違って楽でいい。あの前作では主人公の春日一番ともこう、まあ、いろんなことがあってという感じでしたけども、難波というキャラクターは、うん、まあ、あの親友にも近い存在になっていきましたけれども、うん、今作この8の収録に際してはどんなご心境で臨まれたんですか。あの7の時はマジかってぐらいの大本領にびっくりしました。ダンボールじゃんこれっていう、ダンボールぐらいの量が来るので、でもそれは当たり前かと思って、だっていろんな人たちが世界中でこのゲームを楽しみにして、それをプレイするためにずっと待ちわびてる人たちを満足させるために、こんだけのストーリーを作るっていうのはそりゃそうだろうなっていう、セブンの時はそれがあったんですけど、それはもうそういうもんだと思って取り組めたんですけど、8ですごく嬉しいのは今ここにいるってことです。なんかゲスト枠じゃないっていう、レギュラーメンバーの一人として、そう、それで呼ばれてるっていうのが何とも嬉しいですね。わかる。今回そうなんですよね、今日お越しいただいた方々ってみんなパーティーメンバーの人たちなんですよ、うん、そうですね、はいはい、なので、パーティーメンバーについて誰っていうのは言及しないですけど、まあ、まあ、トレーラー見ればわかるとは思うんですけど、なんでレギュラーメンバーありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、井口さんにお話を伺いたいと思います、はい、井口さんは出演オファーを受けたときはどんなご感想をお持ちになりましたか。いや、でも嬉しかったですね。僕もあの学生時代に、初作の方をあのプレイしてたので、まあ、まさか自分がこういう機会をいただけるとはっていう感じでしたね、うん、まあ、あとやっぱ、まあ、収録1週間ぐらいなんですかね、皆さん。いや、長い方だと思う。もっと長い、うん、長い方だと思う。あ、長い方ですか、うん、あのしっかりあの作品が作品なのか分かんないですけど、あのタバコ休憩をたくさんいただいて、はい、非常にありがたかったです。
その長い収録時間がかかったというふうに今伺いましたけれども、はい、その間に何かこう、うん、まあ、印象的なエピソードだったり思い出に残るようなことって何かありましたか？いやもう横山さんの話が寝つきないところですかね普段の日常の話ねその日常の話でしょ、そのいやあんまりそうですね、うん、必死だったもんで僕もあんまりこう記憶にないんですけど、やっぱりねなんかあまりにも、うん、そのなんでしょう、会社に回数多く来てくださってるんで、まあ、そのスタジオの近くの喫煙所にいるじゃないですか。したら当時のうちの、まあ、そこそこ偉い方がずっと話に参加してるんですよ。一緒にいつもいるから、いつも一緒にいる人だと思われてて、でところであなたはなんか最近入った、中途社員の人みたいなこと聞かれてて言われてました、ね、やめろと、マジ何言ってんすかという話で、それぐらいでも馴染まれてましたよ。だから回数も多かったし、いや、うん、居心地よかったです、あの喫煙所が非常に。あの瀬川さんはほら、はい、喫煙所が充実してるよね。いや、あんまそこは煽んなくていいですよ。あんまそこは煽んなくていいですよ。今の時珍しいですよ、はい、充実はしてるんですけど、はい、はい、ありがとうございます。さあそして大塚さん、大塚さんはご自身でも、はい、あの龍が如くセブンもプレイなさったというふうに聞いていますけれども、ええ、ご自身が演じられる足立というキャラクターのどんなところがお好きですか？足立が好きなところはですね、やっぱりその生身の人間としてのその立体感ですかね。なんていうの、ゲームのキャラクターってやっぱちょっとありえない超人だったりすることって結構多いんですけど、でもこの龍が如くという作品で特に足立はダメなところがいっぱいで盛りだくさんじゃないですか。そのことを普通役演じるときって台本に書いてあるストーリー上のことはもちろん演じるんですけども、そのダメなところって意外とやらせてもらえなくて、でそのダメなことを部分を見てもらうことによってそのキャラクターがなんかこう立体的になっていく、でそれをやらせてくれるところがたくさんあったんで、もう大好きなキャラクターですね、足立光一。はい、その足立光一というキャラクター、今作ではどんな生き様というか、はい、どんな生き方になっているんでしょうか？足立は足立ですね多くはあまりは語れないいろいろ使いますねそれね足立はね、やっぱりそのなんかもう人生も終盤にが始まる年齢ですからそんなに大きく変わることもなく、多分それまでのやってきた死生観とかその中で出来上がってきたパーソナリティのはずで、でそれがこう微妙なところでこうちょっとずつ変わっていくことはあっても、芯がこう組み替えられていくっていうことはないはずなので、まあダメなところはダメなままきっと置いていくんだと思うんですけど、それがまた楽しみでね、ぜひ足立に長生きしてもらいたいなと思っております今作でもそのちょっとダメなところが、チャーミングなところが見られるということなんですね。盛りだくさんだと思いますありがとうございます。さあそして上坂さんご自身も龍が如くへの愛というのをこう YouTube などで語っていらっしゃいますけれども、今作の台本を読んだときどんな感想でしたか？いや、もう1ページ1ページめくるごとにネタバレを食らうような気持ちというか、本当にユーザーとしてね、ユーザーとしては本当に最高なんですけれども、今作のさっちゃん、みたいな感じで、サエコというキャラクターはセブンから登場して、龍が如くの世界ではすごく珍しい戦う女子としてかなり勇ましい姉貴として登場するのですけれども、今作ではちょっとこう立ち位置がガラッと変わるような、相変わらずいい女ではあるんですけれども、はい、ちょっとこうまあ、いっちゃんとこうさっちゃんの関係からこう踏み出してどうなってしまうのっていうのがもう最後の最後までもう手汗が止まらなくて、
皆さんもあのプレイされる方もですね、もうムービーが始まったら、もうムービー派が始まる前に絶対にこうあの用事やお手洗いを済ませてしっかりとこうムービーに挑んでいただきたいな。あの CG のこだわりとかさっきちょっと控室の方であの聞かせていただいたんですけど、あのこう手をギュッて握るときに血管が浮き出るやつ、あれがすごいんだっていう話とかあの聞かせていただいて、あの本当にキャラクターの細部にこう命が宿っている、そしてストーリーもとても壮大で、もう早く遊びたいです。ファンミーティングに来てるのかと思いますね。ファンミーティングなんじゃないか。さっきあの10分ぐらいのトレーラーだったの。私はあの空いてる席に座りたいですけど、あっちのすごい裏でみんなで見てたんですよ。もうあっち二人大騒ぎ。そう、南さんと上坂さん大騒ぎです。なんかあれこれなんかのファンミーティングに俺は来てるのかなみたいな。そうキャー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 してました。はい、二人で、ここは何ここは何みたいな、もうすごいすごかったです。ここがいいって。ちなみに今いっちゃんって言ってましたけど、いっちゃんってのは春日一番のことですんで、あのはい、同時通訳の方お願いします。はい、あのあだ名 すいません、あだ名で呼んじゃってるんで、あのはい、あちょっとあのオタクの悪い癖が。あのそうですね、春日一番さんのあだ名がいっちゃんということで、はい、そういういっちゃんとさっちゃんというね関係なんですけれども、はい、そこから、どんな発展があるのか、皆さんにも早く見ていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。さあ、そして稲見さんは、はい、あの今回ご出演にあたって、はい、かなりハードなオーディションがあったというふうに伺っているんですが、それ誰のどこの情報なんでしょうね。かなりハードってことは全然なかったんですけど、ね、ただ、2回の顔合わせを経ての、この千歳という役と出会うことができたので、すごく嬉しく思ってます。私自身もあの1から6の桐生の物語と、そして7ももちろん通っているので、大好きな作品にこうして関われることがすごく嬉しく、あの先ほども安田さんもおっしゃってましたけど、この場に呼んでいただけたことが本当にもう一個の人生の宝だなぐらいの気持ちで、本当にここに今いさせていただいているので、ちいちゃんとして、あ千歳として、あの皆さんに素敵な物語を届けられるように演じさせていただきましたので、はい、オーディションの時はでもずっと緊張していたので、基本的に緊張していて、一番最初に顔合わせをさせてもらった時は中谷さんもご一緒でやりましたね、はい、すごかったですよね、はい、ちょっと読み合わせをさせていただいたんですけど、そうなんですよ、あのそう最初の出会いの時に、うん、初めまして富士宮あの千里って、そうなんです、読んだんですよね、はい、千里役の、えって千歳じゃないっていう、あの僕の方が緊張するっていうぐらいの緊張伝わったんですけど、そこも可愛らしいなと思いながら、はい、まあでも堂々とオーディション勝ち抜いてらっしゃって、名前間違えてましたよって言ってたじゃん。そうそうそう、可愛いと思ってないでしょ。思ってますよ。人聞きの悪い、間違えてることに気づいてなかったですからね。どういうことなんですか。言ってましたけどね、はい、最初そうなんですよ、読み合わせでオーディションやってもらって、はい、そうなんです、はい、まあ、あまりにもちょっとやっぱ新しいキャラなので、うんうん、っていうのがあったんで、結構あの、はい、長い時間2日間ぐらいかけて、はい、かなり台本もね事前に渡して読んできてもらって、うん、どういうお芝居するのかなって見させてもらいましたけど、よかったんで、もうね本当にもう何かのタイミングにもうすぐ感動して泣いてくれちゃうんですよ。もう今そんな言葉を言われて結構ギリギリです。本当に早くね、もうちょっと後にしようって。だって良かったとか言われたことないですから。ああ、俺が褒めたことがないってことね。そうそうそう、あ、直接そっか。だからやっぱ。そう。たくさん褒めてあげてください。お願いします。いや、ちいちゃんも褒めてるよ。でもやっぱすごく嬉しいので、うん、本当に今作、はい、でかなりまだ皆さんに見ていただいた10分のトレーラーの中では一体どうなっていくのかっていうのは明かされてはいないので、うん、ぜひ楽しみにしてほしいですね。スジモン、スジモン、スジモン、スジモンって連呼するってすごいですよね、このゲームは。まあ、なかなかそうですね。ねまあ、公の場所でヤクザとスジモンって言えるっていうのはこのイベントぐらいですね。あんま積極的に言っていこうって気はないんですけどね。
はい、まあ、ということで、まあ、たくさんの情報をお届けいたしましたけれども、この映像の印象としては、これまで孤独に戦っていた桐生一馬というキャラクターが、はい、パーティーメンバーとして戦っているというのも非常に印象的でしたけれども、うん、黒田さんいかがですか？うん、そうですね、やっぱり桐生は基本的にはやっぱり子で群れないタイプなんで、ですけど今までもやっぱりいざとなったら真島や西島や、いろんな仲間たちと戦っていたので、やっぱりでかい敵に向かっては、協力し合っていくっていうのはとてもいいことではないでしょうか。はい、はい、横山さんはこの桐生がパーティーメンバーに入るっていう部分についてはどんなふうに考えてらっしゃったんですか？まあ、ごく自然な流れかなとは思うんですよね。うんうん、で、まあ、その桐生の状態もありますし、ただやっぱ桐生なんで、その戦い方が若干普通のキャラクターと違う面もあったりして、まあ、その辺はまあストーリーとかでも描かれたりはするんですけれど、往年のね、桐生ファンはやっぱりオールドスタイルで戦いたいっていう思いもあるじゃないですか。まあ、そういうところ、ファンのためだけっていうよりは、まあ、なんて言うんだろうな、そのキャラクター設定とかによったりするところもあるんですけど、桐生はそのちょっとね、ブーストかかった覚醒状態になるとアクションで敵を普通にバン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 前の龍が如くみたいな操作で殴ったり蹴ったりでやっつけてもいけますし、桐生だけのジョブってあるんですよ。みんな各キャラクターごとに職業設定に基づいたこういうジョブっていうのがあって、例えば井口さんとかだと、井口さんというか富澤はタクシードライバーなんでそっち系のジョブだったりとか、こういろいろあるんですけど、桐生は堂島の竜ってやっぱジョブがあって、でそのジョブはね、結構ねバトルスタイルとか切り替えられたりとかもするので、桐生はやっぱちょっと特別な感じに、これまでの桐生がちゃんとある中で、今回のバトルシステムにうまく融合しているので、竜が如く7と比較してもかなり、まあ、操作感は上がってますし、そのリアルタイム性とかは向上しているので、バトルアクションはすごくご期待いただければと思ってはいますよ。はい、そして稲見さんが実際にゲームをすでにプレイされたというふうに聞いているんですけれども、はい、そうなんです。全てというわけではないんですが、はい、一部触らせていただいた部分がありまして、その中で今おっしゃってたように、桐生さんのスタイルが変えられるっていうのが、やっぱこう今までもう竜が如く大好きだってずっと言ってくださってる皆様においてはものすごく嬉しいポイントだと思うんですね。やっぱその中で RPG とアクションがうまいこと融合できるっていうのも、やっぱここで面白みがぐっと上がったんじゃないかなっていうのをすごい感じましたね、やりながら。やっぱそれこそデリバリーとかもそうなんですけど、あれも今まではその他から開いてもう1個って2個のコマンドあったと思うんですけど、1個で R1 だったかな、でパンってもう開けるようになって使えるようになってるとかもうね、そういう細かいことがバトルをやる上でおいてとてもやりやすくスムーズで、そうプレイヤー目線で、そうなんですよ、プレイさせて1個その入力が減るだけでだいぶやっぱ仕上がりとして、バトル性の仕上がりとしてすごい上がってる感じがあって、うん、あ、これ楽にしてもらってるとか、すごいやっぱテンポ感がバトルとストーリーが結構上がっていくのかなっていうふうに思いました。私はストレスなくプレイできると。そうですね、はい、すげえな、下打ち合わせなしでこのコメントですから、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にもう、いやいや違くて、どんだけ覚えてたんだと思って、いや本当面白かったんですよ、本当ちょこっと触ってもらった感じなんで、そうですよ、すごい面白くて、でその中でもやっぱ春日一番とかってパーティーを組んでると思うんですけど、動かせるんですよ、一人一人を、場所を移動させることができるので、今までこう例えばじゃあカラーコーンだったりとか看板っていうのが偶発的にそこにあれば、まあ、一緒にこう戦えたっていうのがあると思うんですけど、ダメージ与えられたってあるんですけど、じゃなくて移動できるんで、カラーコーンをこう自分で持って積極的にやりに行けるみたいな、そういうこともできるようになってたんですよ。じゃあプレイヤーの意思がこう反映されていると。そうなんですよ、偶発的だったものがもう自分からこう積極的にやりに行けるっていうのがかなり、やっぱり違いますよ、ファンが紛れ込んでるわけじゃないですよ、キャストなんですけど、作った人、作った人こっちだからちいちゃん関わってるんですけど、作った人こっち、はい、なんか稲見さんの話聞いてたらね、ただ説明は俺よりうまいと思う。ああ、いやだからそうなのよ、そう今こう PV とか見て、それで俺たちも台本やって、うん、だけど今分かりやすいです、稲見さんの話聞いてて、うん、もう本当このゲームって絶対面白いんだなっていうのがすごい分かりましたよ。今日来ていただいているゲームメディアの方、今の文字起こしすればそのまま記事になりますからぜひ。す
ごく本当に面白みがもう何倍にもなってるんで、今までの1から、まあ、0もそうですけどやってる方からしてみればたまんないと思います。これ本当にもうでゲームをやっぱ触ったことないなって人もいると思うんですよね。で難しそうだなって今の紹介見て思う方もいると思うんですけど、やってみれば慣れますから。ゲームってやっぱりそうだと思うんですよね。私も最初はできなかったので、だからやっぱこれをきっかけに、龍のこのきっかけでぜひ楽しんでもらいたいなと思います。以上です。こちらからお願いします。帰ってきました。説明いただきまして帰ってきました。ありがとう。もうすごい分かりやすかった。よかったです。申すことはもう何もございませんでした。褒めてあげてください。はい、横山さんからの補足なしでも完璧なご説明いただきましたけれども、あのこのバトルのボリュームもすごいんですけれども、龍が如くといえば、まあ、街遊びを期待されているファンの方も多いと思うんですけれども、うん、今回の舞台というのはどこの街が舞台になっていくんですか。まあ、あの伊勢崎陣町は出てきますと、はい、まあ、神室町も出てきますけど、で、まあ、それが日本であったとして、であの、まあ、さっきからずっと言ってますがハワイですよね。で、広さ、まあ、いろんなあのシチュエーション出てきますけれど、まあ、いわゆるビーチの広がってるところとかダウンタウンとか含めて、横浜伊勢崎陣町とあの横浜のマップの3倍ぐらいなんですかね、広さ的に言うと。はい、でもともと前作の初登場したその横浜の舞台というのが神室町の3倍とかだったんで、ついにここまで来ちゃいましたかっていう大きさ。広いっすよ、いろいろありますよ。はい、広い舞台なんですね。なんで、はい、遊び尽くせないぐらいの、うん、まあ、マップも広いんですけど、本当にゲームボリュームもすごくて、あ、もう歴代一なの間違いないです、はい、あ、もうそれはストーリーもそうですけど、もうとにかく遊び尽くせないぐらいの遊び入れてますんで、もうご期待くださいとしか言いようがないです、ね、なんか映像見てて知ってるこことかいうのありました。僕はね、うん、ハワイはもう昔から行ったことないんですよ。そうね、昔から行ったことない、うん、なぜ今発言をされた、うん、いや、それに昔からってね言ってますから、昔から行ったことないです。昔から行ったことない、うん、そう。だからもうこのゲームでねやり込んで、うんうん、初めてハワイ行った時に知ってるような顔をするのが今から楽しみですね。秋代さん、俺も行ったことないんです。あ、本当、はい、行ったことないんです。俺は2回ありますよ。ああ2回ある。ただ子供の時すぎて全く景色覚えてませんけど、あ、はいはい、ブラジルに住んでる時に、あ、ね、うん、あの行きの行きと帰りトランジットで一泊ずつしただけですけど、はいはい、だからあんまりちゃんと覚えてはいませんけど、はいはいはい、でもちょっと懐かしいですね。中谷さんも、あ、僕全く、あ、じゃあやばい、みんなハワイは行ってない、ね、僕はあります。ああ、よかったです。どうでしょうね、ゼロ泊3日ってのがあって、あゼロ泊3日全然詳しくなりましたね。滞在3時間ってのがありましたけど、誰かハワイ詳しい人いないですか。あ、でも、1週間ぐらいロケで行ったことあったんですけど、ほうほう、その時あのプライベートビーチって言って、あのダイヤモンドヘッドあるの、はいはい、さっき出たじゃないですか、はいはい、うり2つです。本当にびっくりしました。でもダイヤモンドヘッドがちょっとわざと似せてなくしてるのかもしれないですね。まあまあね、っていうのもありますけど、うん、まあ、僕らモチーフとして使うだけで完全再現はしませんから、うん、こんなもんないよっていうところも、それ、まあ、神室町とかもそうじゃないですか、うん、実際はね、いろんな仕掛けをしますので、うんうん、ただ、もちろん僕は言ってないって言いましたけど、その今回大変だったんですよね。これ作ろうって決めたあたりで、まあ、皆さんご記憶に新しい新型コロナウイルスがちょうど大流行始まった時に制作がこう来てるので、実はねリモートで取材してたんですよ。現地の制作会社の人とかにカメラ回してもらって、それリアルタイムで僕ら見ながらこう取材とかしながら作ってって、ようやく向こうに実際行けるねってなってから、答え合わせ的な感じであのステージのデザイナーとかが作る人間たちが行って最後の取材をしてくるみたいな感じだったんで、どうやって作ろうみたいな、日本だったらね行けばすぐ作れるんですけど、だからもう本当にいろんな人のご協力あって、まあ、このステージ完成することができましたし、まあ、あとその現地感とかも空気感とかは作るのもその現地の人たちとかと、まあ、ヒアリング重ねて作ってますんで、まあ、自信はあるんです。井口さんハワイ？ないです、ないです。あ、ないですか、はい、こんなこんな聞いてみんな、いや、これ問題ですよ、これこのイベントハワイでやりましょうよ。いやいやいや、ゼロ泊3日
ゼロ泊3日で ロケハン舞台が行かれなかった分をね、だからロケハンはだから本当そういう意味ではないですね。下地の部分は全部リモートでやって、それで最後の本当作ったのが正しいかどうかっていうののチェックですよね、とかそういう感じでしたから、最初本当作れるのかなっていうのは実際ちょっと思ってはいましたよね、うん、ただまあ結構スタッフの中にもあの行った人間は多かったりもしたので、うん、でもそれだけじゃ作れないですからね、うん、まあ、その今作街並みも大変楽しみなんですけれども、あの、まあ、ジョブがまた増えていたりですとか、あとそれぞれの技もパワーアップしていたと思うんですけれども、安田さん、難波の技がパワーアップしていたように見えたんですか、はい、なんか鳩に乗るとかって聞きましたけど先ほど横山さんのコメントでそのジョブによる技っていうのはその人たちの職業を元にした技であるって聞いたんですけど、鳩に乗るって前作でもやっぱり臭い、そうやっぱほら難波はホームレス上がりですから、あれ職業ですか、職業ですね、職業鳩使いみたいな感じじゃないですか、前からセブンの時から公園と鳩っていう、そうそうそう、やっぱそれはこうそのままねこう続いているという、ただもう世界各国必ずありうものですからね、あの私の役ってのは、そうですね、うん、ああ役柄的に、役柄的にはね、そこに違和感は必ず各国の方はないはずじゃ それぞれのキャラクターが横山さんレベルアップというかパワーアップしているんですね、はいはい、してますよ、すごく面白いですよ、まあまあ新しいジョブも、まあね、うん、世界広しといえどもあんなに綺麗なビーチでね、侍の格好して刀振ってるゲームってうちだけだと思いますのでやっぱそれが龍が如くのユニークさだとは思うんで、はい、そういう龍が如くでしか味わえない奇抜な絵とかも楽しんでもらえればなって思いますね。さあそして、まあ、龍が如くといえば、まあ、プレイスポットもたくさんありますけれども、あの井口さんは映像で気になったものなどありますか。いやもうあの僕の時間を稲見さんにあげてください。皆さん、あのもったいないです。聞きたい。でも私はやっぱサメとめちゃくちゃでかいイカ。あ、イカ？タコ？タコ？あ、イカ、イカです。イカなんすか？イカです。なんだタコだと思ってた。はい、あれた、え？過去作トラとかはありましたけど、うん、あんなでかさのイカ。いけるっていうその戦うのか、ちょっとサメもそうですけど、うん、本編にどう交わってくるのっていう。サメはね、でかければでかいほどいいんですよ、はい、それはそうなんですね、世界のエンターテインメントが証明してくれてますから間違いない、はい、どこまででかくできるかの勝負でしたね今回はね、相当でかかったですねいやでもそこがちょっと気になりました、気になるポイントだけで言ったら、うん、攻略するはどうやるんだろう ね、 あのね、そうですね、なんか虎とかだったらまあ距離感保てますけど、いや虎だって実際勝てないからね、うん、キリちゃんは虎に、ね、2匹いっぺんに倒してますよ、ね、そうですよ、頭とかぶん殴ってますけど、俺は虎倒せるんですよそんな人もなかなかいないんですけどね倒せるんですけど、あのサメはちょっとさすがに無理かもしれない、ね、どういきますかね、はい、まあ、その辺はねやってもらわないと分かんないと思う、ね、はい、イカの倒し方とかちょっと驚異的ですよ、なんで、はい、面白いです、早くやりたいじゃないですか、はい、あんまり言いすぎるとね、どんどんネタバレしそうなんでちょっと危ねえなと思ってますけど、はい、さあそして中谷さん、あの、はい、カラオケの新曲もたくさんあったということで今回の収録はどうでしたか。ごめんなさい、歌のことは僕よりも井口さんに聞いた方がいいんじゃないのかななんて思うんですけど、僕ちょっと今回お断りしちゃってあのカラオケは入れてないんですけど。ああそうなんですかあれ話せることないんですいません。でもよかったよ、だってカラオケに井口さん入っちゃったらもう本当に困っちゃうもん俺たちそうですね、断ってくれてありがとうございます、うん、誰も歌えない曲、そう誰も歌えなくなっちゃうからもう今ですらね、ちょなんて言っていいか分かんないですけど、ただもうノリノリです、ノリノリです。やっぱりね、あのハワイが舞台ですので、ちょっとあの映像にもありましたけどね、ああいった形であの収録の時は、腹筋と背筋がつりました。それぐらいあの力任せに叫んでますので、あの皆さんノリノリでボタンを押していただければなと思います、はい、曲も本当に横山さんキャラクターごとに何曲もありましたね、うん、今回豪華ですね、なんかすごいいい曲ですよね
素直な感想ですけど早くやってみたいなと思って、あの途中に入ってくる映像も面白いじゃないですかなので、はい、その辺は多分気になる曲あったと思うんですよ、さっきの映像多分アーカイブで皆さん何回も見てくれると思うんで、はいはい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、さあいろいろなお話で盛り上がってまいりましたが、お時間が迫ってまいりました。ここでゲストの皆さんから龍が如くのファンの皆さんへ一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ゲストの皆様ご起立いただいて前の方にお越しください。さあそれでは稲見さんからお願いいたします。はい、皆様本日はご来場そしてご視聴いただき誠にありがとうございました。改めまして本作より関わらせていただきます稲見杏樹です。こうしてこの場に立てること本当に嬉しく思っていますし、このエイトより盛り上がりを見せて、龍が如くが大好きだという皆さんにも楽しんでもらえる、仕上がりになっていると私はすごく思います。こうやってエイトでもまたパーティーメンバーとしてですね、こう仲間にさっちゃんがこういてくれることが本当に本当に嬉しかったですし、早く皆様にもプレイしていただきたいですし、そして私も早く早く遊びたいなと思っております。今までにない大きなスケールでの龍が如くワールドを楽しんでいただけるということで、イカをどうやって倒すのか私も気になりますね。昔タコになっちゃったおやすさんをね、ゴーダさんが倒すっていうのはありましたけれども、イカはどうやるんだろう。いやもう今からもう本当にワクワクしています。皆さんぜひ一緒に龍が如くワールドを楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて大塚さんお願いいたします。はい、今日はお忙しいところ、お集まりくださった皆さん、そして配信をご覧になってくれている皆さん、ありがとうございます。皆さんはどうか分かりませんが、私はやります。早くやりたいです。きっと皆さんもやってくださると思います。それではありがとうございます。続いて井口さんお願いいたします。僕もやりますさっきスポットで流れてたんですけど、僕海は泳げないので入れないんですけど、しっかり 泳がせてもらってますし、腹筋もしっかり割っていただいて本当にありがたいですぜひゲーム内でご覧になってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて安田さんお願いいたします。はい、お集まりいただき、そしてご視聴いただきありがとうございます。本当にその国内だけじゃなくて、様々な国で、このゲームが、心待ちにしている方々が、これを見てくださっていると思うんですけれども、僕自身もその自分の、経てこなかった世界というんですかね、そういった方たちと、このゲームを通じてすごく実生活でつながることができて、なんか新しい世界を見せてもらっているような気がいたします。ぜひ、龍が如く、新作を楽しみに、待っててください。そしてプレイしてください。海外の皆様、オファー待っております。よろしくお願いしますありがとうございます。続いて黒田さんお願いいたします。はい、配信をご覧の世界中の皆様、キリュウカズマ黒田隆也です。ですね、いろんなゲームのさっきのサメもイカも、カラオケもいろいろ本当に楽しみ面白いところはたくさんあるんですが、なんせやっぱり龍が如くといえばタイガードラマじゃないでしょうか。ストーリーだと思いますので、最高に最高に面白いストーリーになっております。絶対に皆さんの期待に応えられる作品になっておりますので、ぜひ手に取って遊んでいただけると嬉しいです。龍が如く8よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて中谷さんお願いいたします。はい、会場にお集まりの皆さん、そして、配信をご覧の皆さん、本日は誠にありがとうございました。いよいよ11月の9日に
龍が如く外伝、そして来年の頭には龍が如く8が発売になります。日本ではね、いよいよ、まあ、あの盛り上がりもすごいんですけども、来年は辰年ということで、もう頭から龍が如く一色になる最高のドラゴニアが待ってると思います。この後もどん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 期待してください。最高の物語が待ってます。よろしくお願いいたします。みんなよろしく頼むぜ。ありがとうございます。さあ、そして最後に横山代表からファンの皆さんにメッセージをお願いします。この後辛いですね、その一番の真似みたいにできないんで私は。はい、ご視聴ありがとうございました。長い会になってしまいましたが、ここに今日お集まりいただいたその牧龍一馬と春日一番の仲間たちの皆さんが本当にパーティーメンバーみたいでしょ、仲良く一つの龍が如くって作品で、ワーキャーできるっていうのは非常に、まあ、いいもの作れたなって今嬉しく思ってますと。で、今回のテーマがですね、旅なんですね。はい、で、まあ、可愛い子には旅をさせろみたいな、なんか名言みたいなのもありますけど、春日一番と桐生一馬って人間がもし日本から飛び出してみたら、旅に出てみたらどういうふうに生きるんだろうみたいなものをちょっとこう描いてみたいなってところから、まあ、今回の着想が始まっていて、で、まあ、実際このタイトルを龍が如く8を作っていく中で、僕らの RGG スタジオっていう開発チーム自体もある意味旅に出てる最中だと思うんですよ。初めて日本じゃない舞台をロケーションとして使っていろんなテーマを、軸にストーリーを作らせてもらって、で、まあ、過去最大の、まあ、規模感で作っていく中で、まあ、この龍が如くっていうシリーズタイトル自体が大きく世界に羽ばたいていく第一歩になれればなと思ってますし、個人的に言えば明日発売しちゃいたいぐらい手応えはありますので、本当にいいものが今作ってる最中ですけれどもね、最後の仕上げをしているようなところですけれど、いいものを、世界中の方に届けたいと思っておりますので、ぜひご期待くださいというわけなんですが、ごめんなさい、はいはい、拍手の前に私から大丈夫です、拍手の前に、改めて、今日の告知をさせていただきたいと思います。まず龍が如く8ですが、トレーラーにもありました通り2024年1月26日全世界同時発売となります。で、ここからが初めての情報なんですが、今回龍が如く8では日本語音声、英語音声に加えてシリーズ初の、中国語ボイスの対応をすることとなりました。はい、で、次に明日発売したいなんて話してましたけど、結構ゲーム進んでますので、先ほど稲見さんにも実際プレイしていただいた東京ゲームショースペシャル体験版というものを作りましたということで、今までは発表してませんでしたが、明日から開催される東京ゲームショー2023にこの龍が如く8をプレイアブル出展いたします。はい、龍が如く7ガイデン名を消した男とダブル出展なので、過去最大規模の大きさでお届けさせていただきますので、ぜひ、ご都合の合う方は、幕張までお越しいただければと思います。またですね、2023年11月9日発売龍が如く7ガイデン名を消した男、こちらの方にも龍が如く8スペシャル体験版というものがついてきますということになってますので、こちらは東京ゲームショー体験版とは別の、あ、違うんですね、はい、桐生一馬視点で作ってるちょっとスペシャルな体験版なので、はいはい、龍が如くセブンガイデンをクリアしてもらった後にそのまま桐生視点で龍が如く8の体験ができるというスペシャルな体験版がついてますので、はい、こちらは、龍が如くセブンガイデンをご購入いただけると、皆様にプレイしていただけますので、ぜひこちらも楽しみにお待ちいただければと思います。で、ちょこっといろいろ実はゲーム映像の中になんか緑の恐竜というかね、こう赤いのとか、はいはいはい、開けたみたいですか、そうそうそう、とかいろいろあったじゃないですか実は今日お伝えできてない情報ってたくさんございますということなので、もちろんこのあたりはこの先、はい、いろんな形で発表させていただきたいと思ってますので、これからも、龍が如く8の続報にご期待ください。はい、というわけで私から伝えたいことは全て喋りましたので、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。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 はい。